ちは。こんにちは。ですね、はい、ツイッターとかででもですね、うん、徳ちゃんリールをカスタムしてるでしょ、うん、と、うん、だからそのカスタムしたリールを見せてくれよということで、うん、いろいろやってますで、はい、僕はですね結構ダイワさんのものを使うことが多くてですね、うん、いろいろ歴代のやつちょっとねとりあえず今ある分、ね、まあ、紹介しようかなと、うん、それとその僕がカスタムするときには、うん、他のリールから何か撮ったりとか、うん、あとはまあこの SLP ワークスさんってね、うん、いろいろあるんですけどそちらのやつのカスタムパーツを使ったりして、うん、カスタムしてるので、はいはい、今回ちょっといろいろ、はい、持ってきてます。なるほど、はい。で、まあ、まずこのジリオンっていうベイトリールがあるんですが、これよう使えるやつね。そうそうそう、もうこれずっとね前から使ってるやつで、まあ、こことか SLP ワークスさんのやつのトーンに色変えて、まあ、緑が好きなので緑とかにして、でここはねちょっとまた違って俺のこのなんかねシルバーのやつとかで、まあ、琵琶湖の形でちょっと作ってもらったものをつけてみたりで、このコルクノブがとりあえず好きなんです、うん、こう見て回ると、そうね、そうそう全部ついてたぐらいの感じね。で、まあ、EVA って言うんですよ、このスポンジっぽいやつね、うん、はいはいはい、で、こういうのにも変えてみたりとかしたりして、うん、まあ、カスタムやってるんです、うん、で、俺が一番好きなリールですね、これ、うん、12イグジストと言います、うん、これがね、イグジストなんだ、それ。そう、かっこよくて、うん、これに憧れて、うん、で、これぽくしたろうと思って、うん、ちょっとノーマルが今ないんですけど、うん、これルビアス、うん、似てません？似とハンドルもこの辺とかね、うん、でこれの好きなところはですね、このここの手裏剣みたいなところが好きなんですよ、うん、ここここ、はいはいはい、このなんか手裏剣みたいなさ、うん、これが好きで、うん、でイグニスタイプ R っていうのが前あったんです、うんうん、でそれ持ってて、うん、でそれが壊れちゃって、うん、それから部品を取ったりいろいろして、うん、まずここ普通つるんとしてるんですよ、はい、ルビアスは、うん、でそれのやつをつけてハンドルも、うん、まあ、色の微妙に若干違うんですよね、うん、こっちが黒っぽくてシルバーっぽい、うん、でそれで形は一緒なんでそれをつけて、うん、であたかもイグジストのように似とったしほら、うん、もう確かにでやって、でも満足いかんけん、やっぱちょっとねっていうことをやったり、よくやってるんです、うん、で、今回ですね、はい、この新しい新型イグジストをエギング用にしたいなと、うん、でエギングだったらデュアルハンドル、うん、まあ、ダブルハンドルって言ったりしますけど、うん、はい、がついてたりとかが多いじゃないですか、うん、でその辺とかのカスタムを、うん、ちょっとやっていこうかなということで、ダイワさんのだったら SLP ワークスで、うん、まあ、揃ってカスタムができるんでね、うん、まあ、カスタム動画ですよ、はい、はい、やっていこうと思います、はい、よろしくお願いします、はい、いつも徳ちゃんがやってるカスタムどうやってやってるのっていう、ね、そう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 、カスタムは決まりはないけどね、うん、好きな色とか、ね、まあ、じゃあまずこのスピニングからいこうかな、うん、イグジスト、はい、はい、こんな感じでですね、ちょっと僕注文しました。これはスプールか、スプール、ー、はい、でスプールがこう1個あると、うん、こっちに何号巻いて、うん、こっちに何号とか、なるほど、まあ、素材を変えたりね、うん、したりできるんで、うん、重宝します。コルクノブがいいので、はい、はい、これですね、はい、で、このスプールがね、うん、若干金色が入ってきますんで、ここの上は金色を僕は選んでみました。で、こちら、このキャップね、はい、こういうところもあります。これも金だ、はい、このハンドルがダブルハンドルになると、はい、こちらも金色、はい、幸太さんがね、金歯好きやけどね、うん、金歯ひけらかしとったらさで、こちら、ドラグ、あ、上のキャップとかね、はい、でドラグシステムなんかもいろいろ変えたりとかできますので、まあ、ATD とか UTD とかね、いろいろあるんですよ、ダラグさんと一緒に専用工具があって、みたいに、あ、ピンセット、あ、そうでね、この SLP ワークスさんのね、うん、この箱とかね、うん、このロゴが俺めっちゃ好きでね、どういう意味やねんやろね、SLP 何やったかなデラン、デラン SLP 何やったの
気になった人はあの、うん、調べてみてください。で調べたりすると、うん、もう買っちゃうけん、うん、あこのパーツあるんだこれもあるんだって、ね、そうそうそうあれね見よったら魔物よ、ね、俺もこんな頼む予定じゃなかったもん、うんうんあのね、なんか前の動画でも言ったと思うけどねカスタムってね男の子の心をねくすぐるとよもう、ね、もうおもちゃがいっぱいあるようなねずっと子供ちゃろね、たぶんね、うん、あこんな感じで、はい、これもねこれ料理で使いませんよ人とねあんま被ったりとかが好きじゃなかったけんがなんかちょっと人と違う、うん、これそのリード何みたいな、うんあ、これみたいな、うん、じゃあまずこいつからカスタムしていきますか、はい、はい、それではまずね、やっぱりハンドル取り出していきます、はい、で今実はちょっと一瞬びっくりして、はい、あれは俺ベアリング買っとらんかったとか思ったんですけど、はい、あのちゃんと付属されてますね、こんな感じで説明書とこのノブのとこのベアリングなんかが入っておりまして、ハンドルってこんなベアリング入ってるんですか。そう、このここの中にね入ってて、でこういう工具がありまして、うん、これ付属されてます、うん、でこれでこっちかで、なんか知らんけどあのカスタムしたりすると釣り欲もまた上がるもんね、あ、生きたかなるなる、ね、で次にスプールも出しとくか、うん、全部出していきます。で大体カスタム品なので、うん、本来そのノーマルと比べると軽くなってたりとか、 あとまあバランスのために重くなってたりとかもあったり、でここのキャップも、うん、まあ、よくエギングとかだったらリールスタンドっていってこのピューンって長いやつつけてありますよね、で結構多いので今回カバーだけの、なるほどなるほど、こういうところでね、あ俺スタンドはねみたいなのばしたがるタイプなんです、すいませんね男の子男の子ってばっかり言ってたけど、もちろん女性もね、うん、あのカスタムしていただいて、うん、ピンクとかあるじゃないと、ね、うん、あのミッピー、うん、秋丸さんとかなんかやっとったんじゃないかな、まあ、こんな感じで、はい、じゃあ割らしていきます。まずハンドル、ハンドルは回す方の逆に回せば取れます、うん、でこっち置いて、あ、一応これ買ったけん、これからだと、ね、ちょっとこれはこれでまた別の何かに移植したらそう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 、そういうことよね、もう外したもん捨てちゃいかんってこんな感じでバラしました。でバラしたボディは置いといて、とりあえずハンドルを組んでいくか、はい、ちっちゃいわし、もう俺も歳でね、もうこの辺よっしゃ、2個今回ささっと組んでますけど、はい、まあ、グリス等とか、うん、ね、オイル系が刺してください、うん、このベアリングをで、ベアリングとかもね、密閉されとったりとか、開放っていうか、まあ、開いてるやつとかあるんで、それで向きがあったりもしますんで、うん、そういうのも、うん、確認しながらで、ノブ、スコッ、よっしゃ、じゃあベアリング、あ、やっぱ工具を使うとしやすいねもう一個ワッシャーを入れたらネジでプラス、いちいちこの SLP ワークスのね工具とかも何でもかっこいいっちゃうんだね、うん、先っちょがメッキみたいになって、そうそう、うん、あとめちゃくちゃ回しやすい、このここもカットされて、ここにもおい、うい、できました、はい、はい、で、このさっき外したキャップを閉めます。で、これはあの普通のネジと逆だったので、この辺気をつけてください。これに、まあ、今糸巻いてないですけど、そのままスポット、はい、うわー、一気になんかあれね、雰囲気変わるね、しぶさー、はー、なんだほら赤くしてきた、ね、で、このドラグも、うわー、見て、
ここにも SLP ワークスで変えてやっけさ、ね、はい、クイックやってあげて、もう俺あ、あ、ドラグまで変えたってね、見られる。確かにですね。で、これが変えてないやつね。まだハンドルつけんで、こっちつけよう。もう僕左巻きなんで、あの右巻き左巻き気にせず、うん、あのつきますんで、うん、スピニングの方はね、うん、変えれる。うわー、もうソロできたね、はい、じゃあいよいよつけるよ、はい、うわー、はい、完成。よかね、よかね、うわあ、もう釣り行きたい。あ、釣れた今でね。うわ、結構かっこいいね、うん、なんか大人な風格に、ね、めちゃくちゃいいよ。興奮する。めちゃくちゃエギングスペシャル、うん、はい、でニコニコしたもう、もうちょっと俺もう満足、うん、こんな感じでできましたが、はい、俺が楽しみに今回してたのがあるんです、うん、実はね、ですね、今月、うん、予約発売された、うん、SLP ワークスさんからですね、うん、カスタム専用のリールが出てたり、ありがとう。うぅでね、やっぱ人気なんで、うん、すぐ売り切れたり、うん、まあ個数がね限定だったり、あ、まあ、お一人様1個までとか、はい、今回は違ったかな、うん、いろいろ、あのね、ミリオネアの、うん、それこそさっき見てたんですけど、うん、1年前のやつかな、俺それ出てるの知らんで、うんうん、あれかっこよかった、あれかっこよかった。欲しい。再販して。人気なやつはね、ほんとそうやってね、はい、で、このカスタムボディ、まあ、そういうことなんだ。そうそう、ベースはジリオン、うんうん、TW がベースになってるんですけど、もうカスタム専用のボディが発売されました、うん、だからダイワさんっていうより もう SLP ワークスさんのリールって言った方が正解だと思います。すごいね、でもそういう、そう、ほら、あ、もうシンプルなあれなのね。そうそうそう、はい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 、まずうっすらわかるかな、うん、書いてあるね、 SLP ワークスって入っとるし、うん、ね、うん、入っとったりで、セット内容がこれ、うん、ハンドルもない、全部で、SLP ワークスさんの中にですね、うん、ちょっとまあカタログ出させてもらおうかな、はいはい、そうそう、まあこんな感じでね、これの、うん、まあギア比とかも選べて、うん、これを買って、はいはい、で、こんな感じでベイトリールのこのハンドルバーっと、このカーボンのハンドルから金属のやつがあったりで、長さとかあったりして、でスプールも、スプールはね、この径によってつくやつつかないやつがあるんですけど、まあつくやつのタイプでも、まあ SV ブーストだったり、遠投するならマグゼットブーストとか、タイプに、そう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 、その自分の仕様にあったり、あ、これスプールもついてない、ついてない、ついてない、でスプールもあったやつを買ってもう入れてっていう感じでやれます。面白そう。もうさっきの自分のリールを作っていくために、もうボディを、無垢のボディを、はいどうぞと、はいはいはい、よくある SV ブーストのスプールで、カーボンクランクハンドル、はい、で、やっぱり私はコルクノブ、はい、コルクハンドルコルクハンドルやろ、コルクハンドル、うん、コルクハンドル、ああこっちね、パワーライトノブってやつ、形的に言うとね、うん、で、違うんだ、そうそうそう、で俺はスピニングは結構、うん、そのパワーライト でこっちはね、ラウンド、こっちの方がちょっとカクッとして、うん、うん、かっこいいんです。一瞬見た、出てきた時、そうそう、で、前の時にこれの、うん、コルク EVA やったかな、うん、のやつで、あのそれこそね、あれアマゾン行った時やったかな、うん、の時にこれを つけてるリールを、うん、使ったんですけど、その時にね、めちゃくちゃね、しっかりこう握れて、だから、ね、うん、バスのビッグベイトとかね、うん、やる時とかもいい感じで、本当だ、パワーゲーム、そうそう、専用みたいな感じだね、
もうね、マジで良かったので、今回ちょっとこれのコルクを私導入させてもらおうかなと。なるほど。はい。でも何年ってね、これ使いよるとけど、全然あのベリってなったりせんっていうものを使ってらっしゃいます。で、味が出てくるね。そうね、俺のテカスで、テカスと魚のぬめりをコーティングしてその人にしか出せない色が出るわけね。このハンドルの方にもベアリングがしっかり入ってます。これ絶対スプールは落とさんでね、あのめちゃくちゃあの薄く精度が出てるんで、コツンって落としただけでへこんだりするんで、ここは慎重に、はい、で向きがあります、はいはい、でこのピンの方だけ、まあ要はこういったものがついてない、このブレーキのやつがついてない方を内側に入れていきます。簡単スプール、はい、でこいつのタイプだとここにカチッと、でこの辺にネジがあるタイプ、こういうタイプだとこの、はいはい、ここのネジを緩めてカチャッと外す、でとりあえずスプールが入りました、はい、よし、ここドラグのとこ外しました、はい、でここまで外さんでいいですけど、なんで外したかというと、このドラグもね、いろいろカスタムあるんですよ。いろいろ金属に変えたり、なるほどね、うん、あと、まあ、ザイオンっていう素材があって、あこれザイオンやね、まあ、プラスの中に金属がちょっと混ぜてあって、なんかちょっとモヤモヤモヤってした模様の、うん、ザイオン結構俺ね、うん、好き。このドラグのとこね。そうそうそう。うん、ハンドルをまず入れます。はい、このネジになっとるね。うん、いいんじゃないの。はい。で、言うてね、あのちっちゃい。パーツは多いんで、うん、なくさないように本当トレーとかね、こういったものを用意して、でもうこれで一応完成、はい、まあ、この辺もね、いろいろカスタムできるところはいろいろあるんですけど、こっちはねちょっとゴージャス感を出してみたけど、ね、こっちはちょっとシックな渋めの大人なバイヤーってねもう今バッスリとかね、うん、でこっちで回しとって、こっちでやらないちっちゃい、こっち行け、こっち行け、よかんねえ、来たってね、両方来たの、うん、うわ楽しい、うん、かっこよかどうかどうか、ああちょっとごめんね、もう一時こう1時間見れるやつやった。今回ですね、はい、ちょっとあのディールよく徳ちゃんカスタムしてるから、うん、なんかその全貌を見せてくれよということが多かったので、はい、じゃ あのせっかくなんで、ただねやっぱ、うん、あこれが俺の使ってるディールですとか、うん、これですとか言っても、うん、それで動画にはちょっとね、うん、なので、うん、まあ思い切って新しいディールをね、あの新調して、はい、でちょうどよくこの SLP ワークスさんから新しいこのカスタムボディってやつも出てたので、うん、こちらでちょっとやってみました、うん、で結構簡単にね、本当あのカスタムできるので、うん、これもできそうだなと思った、うん、やったことないけど、子供とかだとね、ちょっとお父さんお母さんと一緒にやった方がいいと思いますけど、うん、本当簡単なんで、はい、女性もできると思います、うん、はい、でねやっぱりこうカスタムすると気分も違うし、うん、愛着も湧くし、うん、であと道具もなんか大事にしそうな気がする、ね、うん、うん、あこれは特別なやつ、こっちはあのねって、これは人には貸さんけど、うん、これはいって、いい、うん、なると思いますので、はい、皆さんもぜひやってみてください、はい、よし、釣りがまた楽しくなりそうだ。ご視聴ありがとうございます。釣り岡坂岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは釣り岡ハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。